ここからはですね、藤井選手おすすめスポットをご紹介していきます。それがこちらになりますね。こちらは由喜交流センターにあります由喜リバーサウナというところなんですが、藤井選手サウナお好きなんですか？そうですね、はい、大学時代に少しハマってから、はい、広島来てからも行き始めて、はい、このテントサウナっていうものがあるって知らなかったんで、ちょっと斬新ですごい楽しかったです。テントサウナってね、私もちょっと初耳なんですが、この中でサウナができる。そうです。何分ぐらい入ってくるんですか？僕らは7分入って川に2分ぐらい飛び込むんです。そう、今話にありましたけれども、そのリバーサウナ4人用と8人用のテントサウナ、これをレンタルすることができるそうなんですね。でテントが川の横にあるため、水風呂の代わりにサウナから出たらすぐ川に飛び込めるということなんですが、でまさにこれがテントの中の様子でした。あ、そうですそうです。これは荒木選手と一緒に行っているところと他にもいたんですけど、はい、あ、いますね。左から千葉選手、そして荒木選手、住吉選手ということで、よくサンフレッチェの選手と一緒に行くんですか？そうですね、テントサウナは初めてだったんですけど、うん、まあ、サウナ好きな選手を集めてサウナ部みたいな感じで。サウナ部、これが。そうですそうです。テントサウナの良さって何なんですか？やっぱりなんか外で自然の中でサウナした後に川に飛び込めるっていうのが良さですし、まあ、住吉選手は水風呂と勘違いしたの泳いでたんでちょっと整ってなかったですね。あ、整ってなかった。あ、そう、じっとしてないといけないですか、整うためには。彼だけはクロールしてました、ね。結構その広島に来てどのぐらいのこうペースで行ってらっしゃるんですか？いや、僕多い時週2、週3ぐらいで行ってた時あったんですけど、ちょっと今夏場で、汗かきすぎるとちょっとしんどくなるんで、ちょっと今控えてます。なるほどね、はい、いやすごい肉体美でしたけどもね。はい、いい汗がかけそうですよね。そうですよね。でこの由喜リバーサウナでは定期的にイベントも行っていて、次のイベントは9月17日だそうです。詳しくはホームページご覧ください。はい。